はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、今日も片付けです。もう大まかな木材片付けなんかまではほとんど終わってます。あとは残物が周りに散らかっているのと、あとそうですね、ガラスが落ちてる、釘が落ちてるっていうところの整備ね。今日はやりたいのは剪定バサミ使います。あっちの奥にですね、今まで伸びきってた竹を切って全部ボンボン投げてるところがあるので、そこをきれいにしていこうかなと思っております。まあ目についたところから一つずつ片付けていこうかなっていう感じです。なんかよっしゃ頑張るぞっていうのがですね、なんか昨日あたりから燃え尽き症候群でなかなか元気が出ませんけども、まあ、ちょっとずつね気長にやっていこうかなとは思ってますので、ゆるくお付き合いいただければ嬉しいです。ということで今日もゆるく頑張ってみます。昨日はねここにあった丸い土管みたいなやつをここに移動させました。なんかね、メインとはちょっと離れたところの掃除なんかも合わせてしたんですが、体力をかなり奪われましたね。で、ここにずっと残ってた木材も運び終わりました。あと木材はこれだけです。ここの裏にねちょこっとあるけど、ここの周りを片付けてからかな。で、今日やろうと思うのはこちらですね。あるかな。はい、この辺一帯にですね散らかしたまんまの竹、これを細かくしていきます。ここもねすっきりさせていこうと思うんですけど、あのブルーシートがだいぶあれですね、破れて落ちてきちゃう。と喧嘩にならんかね、取ったらダメなのかな、引っ張ったら。まあ、ちょっととりあえずやろう。
そこ悪いんじゃないですかね。私が土下して苦手なんですよ。コツをつかむまでにね、時間がかかるんです。本当に毎回同じこと言ってるけど、コツさえつかめばね、すげえ綺麗で便利なんですけど、それに至るまでに私は時間がかかるんですよ。キーってなるから、今日はそういう気分じゃないです。そんな悠長なことやってられない感じなんで、もうちょっと今日やめましょう。あ、ちなみに楽しいさんがなんかね、新しいレシピロスをね、使い出したので、私は今まで楽しいさんがちょっと使ってたマキタのやつをお借りしております。みたいなのが売ってあるな。引っ張ると良くないかも。鍵が取れるって落ちてきそう。もうどうもできん。いや、
広い範囲をガリガリしたけど、ほとんど落ちてなかった。あ、こっからこっちですね。ガラスね。今はこの辺でトリトリ出して、目視できるぐらい、この辺がちょこっと出てきてる。あ、でもほとんど大きいのはやっぱ取れてますね。最初に木材を動かす前に、を取り除いてたのが良かったのかも。それ以外のね、下に落ちちゃってるやつが今出てきてるから、これを集めればいいかも。ひとまずここはもうこの辺までで OK にしよう。霧がね。動画的にはあんまり見栄えを変わってないかもしれないですけど、結構削りました。ここら辺までやったけどね、このちょっと黒くなってるあたり、奥の方と手前のこのあたりも竹を取り除きました。地面をね結構削ったので、表面に残ってるガラス、こちら側ですね、ほぼほぼないと思う。また土を深くかぶせて対応しようかなと思います。結構こっちガリガリやってもチャランチャラン音も全然しなかったし、こう竹をどかした後もですね、なんかキラキラ光るようなものも見えなかった。こっちはね、次回ここをもう重点的にしっかり集めて、で土をすくうっていうところをやりたいと思います。でちょっと奥の方までやっぱ破片が落ちてたので、こっちをまずこの手前やね、取れるところを取って、奥の竹をこう今度移動させて削り取るっていう流れかな。ちょっと地味やけどやっとかないとね、怖いので、で時間があったらまたここの辺、この土をね鉢に入れる作業もやっていこうかなと思います。地味な作業が続きますが頑張りますよ。はい、ということで今日はね竹の片付け、他も向こうもほぼ綺麗になってきたね。切れててもね、寄せただけやけどやらないかん作業はちょっと一つずつは終えられてるかなと思います。あそこをきれいにして、土を削ってっていうとこかな。また次回がちょっと慎重にやっていきたい作業が続きそうなので、気を抜かず、ね、下手にこうやっぱ手を突っ込んだりっていうのだけはしないように、面倒でもやっぱ金バサミの方が安心なので、あっちを使ってね安全第一で作業続けていきたいと思います。もうこんな動画ですけど、またよかったらお付き合いいただけると嬉しいです。中華でまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。